皆さん、こんにちは。今日は10月14日かな、金曜日でございます。2016年10月14日です。さて、今日のワークはいつものパワースポット、プチパワースポットで、にやってまいりました。それでは今から空からエネルギーを吸い取るワーク、太陽からエネルギーを吸い取るワークを始めます。その瞑想中の様子をお楽しみください。100へから白い、光が入ってきて、今体の中を通っていってます。足先を通り抜けて今大地に向かっていっている、地球の中心に向かっていっているところでございます。天使が少し、気配を感じます。天使の気配を感じます。天使に聞いてみましょう。あなたはまず誰でしょうか。私はすべての人々の幸せを願うためにここに来ているものであると。私はすべての人々の笑顔を見たくてこの場にいると。だからこそ、もしあなたたちが平和な社会を築きたいなら、一言だけ、一つだけ考えてほしいと。あなたの隣人を慈しみを持って接しているか、そして、自分自身が幸せになり、他人も幸せになっていくということについてもう少し考えているだろうか、それを問いたいというふうに、お話しされております。